はい。じゃあですね、こっからは新しい内容を見ていくということになります。それが何かというと、2番目の項目ですね。情報伝達物質の整合性と不活化。これを見ていくようにしていきます。じゃあ、ここの分野では何見ていくかというと、交換神経系で情報伝達に関わる物質、ノルアドレナリン、アドレナリン。これがどうやって整合性されているんですかということと、あとはどうやって不活化されるか。 分解されるか、まあ、代謝物になっていくのかってことですね。これを確認していくようにしていきます。じゃ、あまずですね、整合性の方から見ていきますが、この整合性の過程では、ノルアドレナリンとかアドレナリンですね。これがどうやってできていくんですかってことを見ていくんだけど、まあ、これを見るにあたっては、反応がですね、1、2、3、4段階あると。で、この4段階で何が起こっているのかということと、あとは構造変化、どういうふうに起こっているのか、まあ、これをね、見ていってくれたらいいかなと思います。 で、この行動変化。これをね、見ていくということなんですが、まずね、何を抑えるべきかというと、原料となるチロシン。これはどういう行動なのかっていうのをちゃんと抑えて、そしてどこの行動変わっていくのかなと見ながら、どうやってノルアドレナリンができるのか、アドレナリンができるのか、もしくはドパミンができていくのかってこと、これを確認してもらうといいかなと思います。じゃあ、まず、基本となるチロシンですね。これを抑えていくということになるんですが、 このチロシンはアミノ酸の一種となります。なので、アミノ酸の一種なんで、アミノ酸の基本構造を持っているということになりますね。CH、COOH、NH2 ですね。これをまず持っています。まあ、アミノ酸なんで、この基本構造を持っているということですね、まあ。このアミノ酸の基本構造をこれってのは絶対知っておいた方がいいので、まずアミノ酸の基本構造を、これがね、チロシンの中に含まれる。でアミノ酸の基本構造ですね、どうなのかというのをね、知らなかった人は、このね、 構造がアミノ酸の基本構造となりますので、これも必ず知っておいてください。で、このアミノ酸の基本構造に CH2 メチレン機ですね。これがくっついていて、で、そこにプラスフェノールがくっついているもの。これがチロシンとなります。で、チロシンと言われたら、アミノ酸の基本構造に CH2 がくっついていて、そこにフェノールがくっついているというですね。これがアミノ酸の基本構造です。これはもう知ってて損はありませんので、まあ、これはね、覚えておいてください。 じゃあ、このチロシン、これを元にですね、変化していくということなんですが、まずどうなるのかというと、チロシンに OH がくっついていく。ということで、水酸化が起こります。じゃあ、水酸化が起こるということで、チロシン、ヒドロキシラーゼというですね、こんな酵素が働いていきます。OH をくっつけていくよということですね。この OH くっつけていくんだけど、どこにくっつけていくかというと、ここに OH をくっつけていきます。 チロシンですね。これフェノールがあるよって話だったんですが、このフェノールのここの部分ですね。ここの部分に OH をくっつけていくっていうですね。これを行っていくと。で、その OH がくっつくと何になるかというと、OH がくっつくことによって、ドパになるよということですね。なので、チロシンがドパになるにあたってはどうかというと、水酸化反応。これが起こります。で、これ水酸化反応が起こるんですが、フェノールの OH の横のですね、炭素。 ここにですね、ヘノールの OH がくっついて炭素の横の炭素に OH がくっついてドパになるんだよということです。で、ドパになった。じゃあ次はどうかというと、ドパになった後、脱炭酸酵素。これが働きますね。脱炭酸酵素。これが働いて、何を行うかというと、脱炭酸酵素によって、 二酸化炭素を出していく。CO2 ですね。これを出していきますね。で、CO2 なくなるとどうかというと、CO2 なくなるんで、ここの部分がなくなりますね。CO2 がなくなるということで、この部分がなくなるんで、CH2、CH2、NH になります。なので、この脱炭酸酵素によって、二酸化炭素、CO2 がなくなるよということが起こる。で、その CO2 がなくなることによって何になるかというと、ドパミンになるんだよということになります。 ということで、ね、流れとしては、チロシンに OH がくっつくよ。それによってドパになる。で、ドパになった後どうかというと、二酸化炭素が抜けてって、それによってドパミンになるよということです。で、このドパミンになった後何するかというと、ドパミンになった後、またまた水酸化。ヒドロキシラーズによって水酸化になるんですが、これ β ーが水酸化されます。 ベータイが水酸化ってことなんだけど、これはどうかというと、この NH2 から見て、炭素1個2個伸びてるんですが、ここがですね、ベータイに該当しますね。で、このベータイ、ここに該当するんだけど、このベータイに OH がくっつくよってなると、どうかというと、ノルアドレナリンになるよということです。 で、交換神経の接合繊維の末端からは、これが分泌さ、これがですね、有利していくことによってどうかというと、このノルアドレナリンが有利されることによって、アルファ状態が刺激される、ベータ状態が刺激されるっていって、生体反応が起こってくるんだということになります。で、あともう一個見ておいてほしいのは、ノルア、ノルアドレナリンからアドレナリンの合成なんですが、これは中枢神経内とかですね、もしくは副腎髄質では、これが起こってくるということになるんですが、どうやってノルアドレナリンからアドレナリンができるのかというと、これについてはここですね、N、 メチルトランスヘラーでということで、N の部分がメチル基くっついていくと。チスト部分にメチル基くっついていく。っていうことが起こるので、このチストの部分が NH2 ってなってるのが乗るアドレナリンなんですが、この NH2 の H1 個取れて、そこにメチルがくっついた状態。これがアドレナリンってなるんですよ。ということですね。 ということで、まず皆さんは、チロシンの基本構造を抑えて、チロシンがどうなっていくのかというと、水酸化を受けることによって、ドパになる。で、そのドパになった後どうかというと、二酸化炭素が抜けていった、脱炭酸によって、二酸化炭素が抜けていくことによってどうかというと、それによってドパミンになる。で、ドパミンになった後、ベータが水酸化される。それによって、ノルアドレナリンになって、で、このノルアドレナリン、 これが、接合繊維の末端からですね、接合繊維の終末からわーっとですね、有利していくということもあるんですが、まあ、中枢神経とか副腎髄質ではですね、アドレナリンなんかも、まあ、合成されたりするよということで、まあ、この下の反応としては、副腎髄質とかですね、中枢で起こる反応なんですが、このノルアドレナリン、これに、これのですね、まあ、窒素ですね、この窒素の部分にメチル基がくっつくとアドレナリンになるよということで、皆さん、この経路はね、必ず知っておいてください。でまあ、 覚えるにあたってはですね、まあ、いろんな方法あると思いますが、流れを追ってですね、覚えたらいいかなと思います。チロシンの基本構造を抑えて、まあ、チロシンのね、構造ですね、基本となる構造を抑えて、で、その後にどうかというと、水酸化起こるよ。二酸化炭素を取れるよ。そして水酸化起こるよ。そしてですね、どうかというと、 N e がメチル化されるよってことですね。これ N の部分ですね。これはメチル化されるよと押さえておくと、アドレナリンまでどうやって合成されていくのかってことを確認できますんで、皆さんは行動の変化を見ていくにあたって、それぞれどんなことが起こっていくのかなというのを押さえながら、アドレナリンってどうやって合成されているのかなってこと。これを押さえるようにしてください。これが何かというと、これが整合成についてのお話です。で、この後何見ていくかというと、この後は、 代謝ですね、どうやって不活化されていくのかと見ていきますんで皆さん次の内容でカテコールアミンですねアドレナリンとかノルアドレナリンどうやって分解されていくのか代謝物になっていくのかってことこれを確認していってください。 はい。じゃあ今まで何見てきたかというと、今まではノルアドレナリン、アドレナリン、これがどうやって整合性されてくるんですかってことを確認しました。じゃあ次はどうやって不活化していくのかってこと、これを確認していきます。じゃあそれを見るにあたって、ここに構造あっていろいろ並べてるんですが、あんまり細かいとこまで抑える必要ありません。まあ、どんな反応が起こってくるのかなってこと、これを大まかに押さえてくれたら結構です。 じゃあまずですね、あげているものとしては、左側にのるアドレナリン、右側にアドレナリンがあります。じゃあこののるアドレナリン、アドレナリン、これが、魔王によって代謝されたらどうなっていくのか、これを確認しましょう。じゃあ魔王、モノアミン酸化酵素というね、こういう名前が付いてるんですが、これは、窒素の部分を酸化的に反応させていきます。窒素のある部分ですね。ここを酸化反応を起こしていくんですよ、となります。で、どういう反応が起こるかというと、酸化的脱アミノ化といって、窒素の部分を取り除きます。 酸化して窒素の部分を取り除く。これが魔王の反応なんですね。で、魔王が反応するとどうなるかというと、この窒素の部分がですね、アルデヒドに変わります。 アルデヒドに変わるで、アルデヒドに変わった後どうかというと、アルデヒド酸化酵素っていうのが働いて、それによって、この窒素のくっついていたですね、この周辺部分っていうのがどうかというと、カルボン酸に変わっていくんですよ、というふうな感じです。なので、皆さん、マオの反応はどんな風に行っていかれているか、マオはどんな反応に関わっているかというと、このマオというのは、窒素の部分を酸化的に 反応させて、そして、窒素部分を取り除くってね、こんな風に思っておきましょう。で、それをすることによってアルデヒドを作る。で、そのアルデヒドに酸化鉱素が働くと、カルボン酸ですね、c o h がくっついているような状態になっていくんだということになります。で、このようにマゴによって代謝された後ですね、3、4、ジヒド、キシ、マンデル酸、これができるんですが、これがね、コムトによって代謝されることもあるよという風になってます。じゃあ、このコムトの代謝どうなのってことなんですが、このコムトの代謝はですね、まあ、ノルアドレナリンがコムトによって代謝される、もしくはアドレナリがコムトに代謝される、 もしくは3、4、ジヒドロ、キシ、マンデルさん。これがコムトに対してされる。こんなことがあるんですが、このコムトというのは、カテコール O メチルトランスフェラーデということで、カテコール骨格の OH ですね。ここをメチル化していくっていうふうになってます。じゃあ、どこの OH をメチル化していくのかって話なんですが、まずですね、カテコール骨格。これが分かっとかなきゃいけないということで、皆さん、カテコール骨格、これね、押さえておきましょう。ゼン管に OH がこんな感じで2個くっついてる。ゼン管に、 OH がこんな感じで2個くっついてる。この構造をカテコール骨格と言います。で、この構造をカテコール骨格と言うんですが、このですね、カテコール骨格、これ番号をつけるかどうかというと、ここに何かがくっついてる。で、これを1として、次に、3、4と、こんな風に番号をつくことができるんですね。ということで、このカテコール骨格のこの3位にくっついてる OH ですね。カテコール骨格。1、2、3。 3、4とこう打ってるんですけど、この3位にくっついてる OH ですね。これをメチル化していくっていうのがコムトとなっています。なので、カテコール骨格持ってる。でですね、この3位の、o、三位のとこに OH がある。じゃあこの OH をどうするかというとメチル化していく。これがコムトなんだなってことを知っておいてください。なのでコムトが働いたらどうなるかというと、この3位の OH がメチル化されてるでしょと。3位の OH がメチル化されてるでしょと。 3位の置がメチル化されてるでしょと。まあ、こんなことが起こってくるんだよということになります。ということで、魔王によって酸化的脱アミの化が起こって、そしてコムトによってメチル化されると、バニリル・マンデル酸みたいなね。まあ、こんなのができるということですね。チスト部分が COOH に変わっていて、そして3位の OH がメチル化されるというね。まあ、こんな行動に変わっていくこともあると。であとはね、ノルアドレナリンがいきなりですね、コムトによって対処されて、3位の OH がメチル化されるよと。 あとはアドレナリンの、アドレナリンがコムドによってですね、3位の OH がメ中がされるよってなって、乗るメタフリンとかですね、メタフリンになって、で、その後魔王によって代謝されてですね、で、このチ素スト部分ですね、このチ素スト部分が COH に変わっていく。まあ、こんなですね、代謝反応が行われることもあるんだということになります。 というわけで皆さんは、この構造をですね、細かく覚える必要はないです。魔王は何をしているのか。魔王っていうのは、こうですね、この魔王というのは、この魔王というのはですね、どうかというと、この魔王というのは、窒素の部分を c o h に変えていく。窒素の部分を c o h に変えていくとですね、まあ、これに関わっているということです。 ま、細かく言うと、アルデヒドにしてですね。そのアルデヒドにした後、アルデヒドの三角酵素が働いて、CO1 になっていくんだけど、まあ、窒素部分を変化させていくということ。これをね、押さえておいてくれたらいいということになります。で、あとはコムとはどうかというと、このコムとというのはですね、このコムとというのは、これは3位の OH をメちるか。 サインの OH をメチル化。サインの OH をメチル化していってるんだなっていうこと。これをちゃんと押さえておくといいかなということになります。なので、細かい行動まで押さえなくていいんで、まお、あ、ってどんなことを行ってるんですかコムトってどんなことを行ってるんですかということ。これを大まかに押さえておいて、どうやってノルアドレナリンとかアドレナリンが不活化されていくのかということ。このことを知っておきましょう。これが何かというと、これが、 ノドレナリンアドレナリンの不活化についてのお話ということになります。ということで皆さん整合性から不活化までしっかりね流れを抑えてどういう風に作られていくのかどうやって活性がなくなっていくのかってことこれをしっかり自分のものにしてください。